はい、というわけで今回はこちらです。ホンダのプレリュード。これはね、かなりもう貴重な箱付きとしても今では買えない貴重車になっておりまして、まあそれがこちらになるんですが、このプレリュードのご説明入らさせていただきたいと思いますけども、昭和62年、1987年4月に発売された3代目プレリュードは、先代のロー&ロングのボディスタイルをより強化した姿で登場したと。スペシャリティクーペであると。で、プレリュードの特徴であった低ボンネットをさらに低く、全長を長くした上に、ボディとウィンドの段差を長くしたフラッシュサービス化がなされた。またデザインを洗脳されただけでなく、エアロダイナミックスも向上させ、数値は0.34という高力性と抑性能を獲得した。排気量が 2000cc に統一されたエンジンは SOEC と BOEC の2種類が用意され、トランスミッションを GOSGOED、 フル電子制御 YOSGOED や。なお、この頃、出力制限条件でグロス数値からネット数値に変更されており、先代モデルでは最高出力なる数値が一気に下がっているが、走行上の動力、パフォーマンスは確実に向上していたんですね。で、国内スペシャルティーカー仕様のパイオニアだったプレリュードは、各世代で最新の技術や設備を意識的に導入していたが、3代目モデルにおいてはサスペンションが全速度ともダブル部指紋式となったこと、さらに人国車で世界初となる機械式、この 4WS ですね、4人計打楽機能と新型アンチロックブレーキシステムを採用したことがトピックだと。で、激動対応タイプの機械式 4WS は、高速時は車線変更、低速時は小回りに効果的に作用するもので、SI および XX に標準設備されたほか、全モデルで8万円でオプション設定されたと。ちなみに3代目プレリュードは BA4、BA5、BA7 という3つの型式名が存在するが、このうち BA4 は C4WS 車、BA5 は 4WS 車を迫ります。BA7 は平成2年、1990年に追加された 2100cc エンジンを搭載した北米商社3000台限定のことであったんですね。で、先端メカニズムを徹底的に採用するだけでなく、排気量レイアウトのストレート化を狙ってエンジンの角度を18度に搭載するなど、3代目プレリュードはライバルティを重視した設計となっていた。しかし、先代モデル同様にレートカーに普通にベージが強かったため、スポーツカー全長期を迎えていた空米市場の中ではやはり異色の、まあ、存在であったということなんですね。で、これの一番安い価格としてはですね、2.0XL、これが148万5千円でした。で、一番お高いものでも、そうですね、これですね、SI ステージ、237万1000円で購入することができ、で、当時は、型式名が BA4、BA5、BA7 と。で、販売期間が昭和62年の4月から平成3年の9月までで、生産台数が175,364台、当時としては驚異的な、まあ、すごい記録を打ち立ててたんですね。で、これで、まあ、デートカーと呼ばれて、人気を博取した、車だったんですよ。で、まあね、当時すごかったですね。で、当時これのでライバルが S13 型、まだ S14 型がちょっと出る前の S3 型のシルビアで、これのプレリュードのこの3代目が出て、S14 シルビアっていうのが出て、これもまた日本カーオブザイヤーを受賞した車で、S14 シルビアと、この S13 型のシルビアと、この型のプレリュードが二分してね、当時の若い男女のカップルはどっちを選ぶかってことで、非常に悩んだぐらいですね。で、今じゃ考えられないんですけども、当時車を持つということは、それだけでもうモテたんですね。もう当時の兄ちゃんは、車を所有して車を維持してるだけ、それでもう本当にもう簡単な単純な話なんですけども、それだけでもうモテました。で、特にこういうスポーティーカーの車を持つと、わあかっこいいって言われて、女の子にキャ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 言われてたんですよ。だからまあデートカーとして使ってて、で、これがデートカーとしてさらに人気だった理由の一つとして、これですよ。このドアをこう開けた時に、こっちの助手席のドアを開けた時に、このシートがありますでしょ。これ見事によく再現されてんだけども、このシートのところにこう倒すことができたんですね。前にバサンと倒して、で、普通倒す時ってのは、まあ一時こういう風に運転席の下こっちに回って倒さなきゃいけないんだけど、これの場合はこの横っちょの方に、運転席側の方にシートがついていてですね、倒すところがついてて、で、こうちょっとまあまあ、そういうのありますよね。まあいい雰囲気になって、こうちょっと
まあ、止めてた時にこう相手の彼女のいたらその横丁のところのシートのドライバーのところにこうサドルみたいな形でそれをグイッと引っ張るとこうシートを倒すことができるというね、まあまさにまあそういう系の車だったわけですよ。だからまあ後々にこれで嫉妬しましたから、後々にホンダがね、今度はワゴンでデートカーイチャイチャ系の車今度ワゴンで作ろうかなっつって今度は SNX っていう車をね、作ったんですが、まあこれがネタにはされるわね。まあこれがあれだな、あまりにもねちょっとこうどかずかしいみたいな感じだったんですよ。何しろあれはほら、あの SNX の場合ですと、あのあれなんですよ、ティッシュ箱がね置けるよっていう、ダッシュボードにティッシュ箱が置けるよって言って、あちゃーみたいなね、もうそういうことをやってしまいました。ホンダはね、いやープレリュードの時は良かったんですけど、何もさ、でかいティッシュ箱を置けますよって、そういうことまでしなくていいのにみたいなさ、そしたら、ね、そういうことまでやってしまいましたみたいな、やらかしてしまいましたよホンダも。それでまあね、デートカーどころではなくなってしまいましたみたいな。で、SNX は最初売り上げが良かったんですけど、ちょっとその後がね、みたいな。で、だけど同時に嫉妬したのは、若者向けの車で嫉妬したのはオデッセイですよね。オデッセイが95年の時に出て、あれが大嫉妬したんですよ。私はね、ある高校生の初代のマネージャーに今でも覚えてくるのに聞いたんですよね。あんたオデッセイ弾いてるって言ったら、ホンダが大好きですって言う場合にはね、オデッセイを知らなかったんですね。で、それでこの CM に出てたファミリーがいたんですけど、何ですかこの家族はみたいなね。私は、はっと思って耳を疑いましたね。アダムスファミリーを知らねえのかみたいなね。まさかのアダムスファミリー知らなかった。君そんな状態でどうやって自動車を販売するんだみたいな。君は将来車を販売するんだろうがみたいな。自動車セールスマンとしてあなたは失格ですみたいな。もう本当に残念です。もうテストでは落としますよ、本当に。なぜならもうね、オデッセイの名前も知らないしね、アダムスファミリーのことも知らないんですから。もうちょっとあんたホンダが好きですって言い張るんだったら、あんた軽自動車ばっかりこだわるんじゃなくて、あんたそういう風に昔から作られてる車もちゃんと調べなさいよみたいなね。もうそんな感じでお叱りを受けましたから、私は。お叱りを受けましてね、そんな感じで私はもうお怒りがありましたね。ですからね、まあゆとり世代というのはわかりますよ。ゆとりがあって、もっと長い目で、もっと色を単純にたくさん細かく色を見ましょうって、そういうところがいいよ。色を細かく見られるってな。ただあんた昔の車は知りませんみたいな。今の車がものすごく優れてるから昔の車なんてねって言うんだよ。だけどこれだって昔の車ですが、この車は当時すごかったんですよ。だってあの 4WS ってさ、ここのあのライトをブジッとしたこうライトがビッて、もう白く、こういうところも最先端だったし、 4WS って言ってこの車がこう曲がるとですね、これがギュッてすごい角度で曲がるんですよ。だからすごい角度で曲がるから、 S 字とかそういうところも簡単にこうね、交差点でも簡単に曲がる、駐車場でも簡単に曲がれたんですよ。当時そんなにギュッてもうものすごい90度ぐらいものすごい角度で、ま、曲がりやすくて、そんな長高かったですから、そういう軌道を取り入れてね、素晴らしかったんですよ。で、後にそのホンダのその技術というか、そういったものをの最近だと トヨタのレクサスが、その技術を使わせてくださいということで許可を得て、久しぶりにですね、トヨタが、その 4WS の近いその技術をそこにちょっとこう改良を加えて、より改良を加えたやつを販売しましたね。だからああいうふうに後にレクサスブランドの超高級車だと目をつけてくるぐらい、この車がやっぱりいかに素晴らしかったか。で、そしてこの赤い色っていうのが良かったんですよ。多分2代目のマネージャーはもう今じゃ20いくつぐらい、21か22ぐらいになったでしょうな。ただ君このプレリュードを知っていますかって言ったら、多分知らないっていうのが悲しいもんだわ、悲しいもんだわな。君だって彼女を作ってモテようと思うぐらいあるだろうみたいな。そしたらさ、これデートカーだよ、あんたこれ知らなかったらあんた彼女が振られちゃうよみたいなね。もうそんな感じですよ。例えばね、もうセリカちゃんにね、セリカって何って聞いたら、わあ資産になりますよね。やっぱりそれはセリカちゃんというぐらいなんだから、セリカが好きだから、セリカを彼氏が調べんと、それ調べねえでさ、え、何この車みたいな、あ、なんかあの20年前のなんか古い車ですかとか、ピシッてやられちゃいますからね。いやー、ハートにひびが入ってしまいますよ。ですから、あれですよ。
やはりね、知っておかないといけないですね。だからこの車ってのはデートカーで使われたんですよ。ありますか、これデートカーで使われたのよ。何しろこれを助手席をこうバッと出てこれが倒れるからね。で、これでこうやってこのところが見事に再現されてるね。だからやっぱりこういう車をトミカにするっていうのがまた味があっていいじゃないですか。そうするとね、世の男の子は、みんな男の子ってみんな大体そうだと思うんですけども、まあ女の子にモテたいよとかね、彼女作りたいよと思うわけで、しかもませてるガキだとね、もうませてます。もう言い方悪いですけど、ませてますと。子供の中でもませてる子供ってのがいるからね。男の子でもませてる子がいても、小学校5、6年生でも早い子だと、もう保育園か小学校1、2年生でも好きな女の子がいますとかね、まだ早いよみたいなツッコミがあるんですけども、まあそういう子もいるぐらいですから。そういう子がいて、あ、好きな子は誰だろうなみたいな、そしたらこういう真っ赤なプレリュードに乗って、あるいはシルビアに乗ってね、そして俺が将来こういう車を買って運転して、そんで彼女とドライブ行くんだと、まあ素晴らしい話でございませんか。まあそういうふうなことを描いたもんでございますけどもね。まあそういう時代と比べて今の時代って悲しいもんですが、ちっちゃけスマホでこれいいんだとか言って、ちっちゃけスマホでもうこれでよくねみたいな。でそうするともう車に対する憧れがなくなっちゃったね。車持ってら自費かかるじゃん、車検代かかるじゃん、税金取られんじゃんみたいな。でそんで何もいいことないじゃんみたいなね。別にそんな出歩かなくたって、車一時乗り回さなくたって電車があるじゃんみたいな、自転車があるじゃんみたいなね。なんか確かにそれは言ってることは間違ってはいないんだけども、なんかそれだけで住んでしまったら車好きとしたらなんか非常に悲しいもんでございますわな。だから今でもこれ十分に通用するデザインで通用するといい車ですよ。これがね、大ヒットしたからね。で、この前の、この3代目の前に出た2代目、これがまたヒットして、このなんですよ。だから一見するとこの2代目と3代目っていうのがね、違いがちょっと分かりづらいんだけども、まあ、よく似てたんですね、それだけ。で、これが、プレリュードとのおかげっていうのが、要するに初代のプレリュードね。初代のプレリュードは、そのある、もう亡くなってしまいましたけど、随分前に亡くなったけど、あと、レーサーが、有名なレーサーの方がいて、確かイギリスかなんかの方だったんじゃないかなと、その、ね、有名なレーサーの人が、プレリュードを選んだんですよね。だからやっぱりそういうセンスの良さがあったから、そういうところがありましたから、プレリュードは成功したわけですよ。だから一番初代は、あんまり、そのレーサーの人が一生懸命宣伝してくれたんだけども、なかなかこう広まっていかなかったんですよね。でも当時に初めてサンルーフっていうのが設備されて、でサンルーフの車ってで、こういうサンルーフのスポーティーカーってのはかっこいいんだなっていうイメージがついてきたんですね。で、でもまあぶっちゃけ同時に言うと、サンルーフっていうのはあれほとんど実用的にないんですよね。タバコを吸ってる人にとってみれば、タバコの煙が上からバーッとこう抜け切っていくからね、サンルーフを開けるとそれが良かったり、あとは昔のサンルーフって全開できるのもあったから、そのちっちゃい子供たちなんかがこうブーッてこう親が運転してって、子供がサンルーフでこう首突っ込んでね、風を当たるっていう。でもあれもまあ禁止になっちゃったからね。なんだろう、事故が起きてしまって、それでもうサンルーフが開くようにする車ってのは危ないってことで取りやめになっちゃって、で一応の頃からサンルーフももう使わなくなっちゃった。もうタバコを吸う人も今いなくなっちゃってね、全くいないわけじゃないんだけども、もうほとんど見かけなくなって、もうタバコは禁止ですって しまうような勢いでしたからね。ですからもうサンルーフについた車ってのはなくなってしまいましたけども、まあサンルーフってのはもう一度そういうのをつけてほしいなと思うんだよね。ただサンルーフだとガラスですから重たいんですね。ですから燃費が悪くなるんですよ。そこでもそれぐらいだったらなんとか今の技術で改善できるんじゃないかと思うんですよね。要するにガラスではない、その軽い素材のできたものをこう屋根の上に取り付けると、そういうことだって決して今の時代だったら十分できるんじゃないかと思うんですね。そうすれば燃費にそれほどは悪影響されないから、燃費にそれほど悪く影響されないんでいいんじゃないかなと思いますけども、まあなかなかこういうことがあって、この車は素晴らしいですよ。で新車と同時にこのなんていうんですかね、この輝きがまたいいですね。私これをもう昔買って遊んでしまいましたけども、もうボロボロになってしまいましたからね。
で、それですごい気に入って遊んでたんだけど、あの母親が虐待していましたからね。あの母親が突然やどうさずさやってきて、お前はこんなにお父さんの遊んだらもなんかこんなにいいのかって勝手に取り上げて勝手に全部燃やされましたからね。なんてことしてくれんだこの親はと思ったの、私はその時あの親にこの野郎と思いましたね。いまだに私は忘れませんよ。生涯にわたって私は忘れませんよ。それだけあの母親ってね、いかにひどいことをしたかってことですからね。だからまあ、それだけやっぱり私はこの車が気に入っていた、もう一台でしたね。というわけでどうもありがとうございました。